はい、ここではアポロジャイズのパート2ということで、実際のピアノのパターンですね。というパターンを紹介します。これは実際の歌の I'm holding on your love got me 10 feet off the ground というところでも、使えますので、ぜひ覚えてください。まず左手は同じように C A フラット E フラット D といきます。そして右手は前回と一緒に G、C、E フラット。そして今度はまず最初に C と E フラットを2音一緒に弾いて裏で G を弾きます。1 and 2 and 3 and 4 and これを左手で頭にベースを乗せて1 and 2 and 3 and 4 and と弾きます。そして次 A フラットに行った時はトップノートが F に変わってそして下の G と C これは一緒です。ということは C と F を押さえながら2音でほとんど変わらないですね。そして次、ここでちょっと変わるの、前回のストリングスパターンだとトップノートがタンタンタンっていきましたね。それに対して今回はトップノートは今度は E フラットになるんですが、さっきまで、G、C と来てたC が B フラットに変わります。そして、G、B フラット、E フラットで押さえることになります。で最初は B フラットと E フラットを押さえて裏で G を弾きます。 1 and 2 and 3 and 4 and そして次D 分の B フラットではトップは F そして今度下の G と B フラットは変わらず最初が B フラット F そして G で8ブラというパターンになります。もう一度いきましょう。 C マイナーの時そして A フラットに移った時は G と C は固定したままトップの音が F そして E フラットに行ったら G は変わらず C の音が B フラットに来てそしてトップの音は E フラットそして D 分の B フラットに行った時は下のG と B フラットは一緒でトップの音が F というパターンです。ゆっくりやりましょう。 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 1それではちょっとテンポ上げましょう。 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and
でですね、慣れてきたら、最後の D 分の B フラットのところで1 and 2 E フラットから D、 これを加えることもできますね。ということができます。じゃあ今ぐらいのテンポでやってみましょう。 1, 2, 3, 4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  はい、これで実際の、歌のイントロのパート2と、歌のパートができました。これを弾きながら皆さんも歌ってみて、この楽曲を弾き語りできるようにしてみてください。それでは失礼します。